喫茶店。喫茶店とは、コーヒーや紅茶などの飲み物、菓子、果物、軽食をお客に供する飲食店のこと。日本では、フランスのカフェを意識した店舗などを中心に、カフェと呼ばれることも多い。もともと、日本で茶を出す店は、茶店、茶屋などと呼んでいた。和風の砂防や砂寮という呼び方もある。また、コーヒーなどを提供する。 風俗店や娯楽を提供する店にも、喫茶店の名が使われることもある。この分野の詳細は、関連業種を参考のこと。喫茶店とは、コーヒーや紅茶などの飲み物、菓子、果物、軽食を客に供する、飲食店のことであるコーヒーや紅茶などの飲み物を提供したり、菓子、ケーキ、酒糖や、フルーツを用いた甘みや、サンドイッチ等の軽食を提供する。 飲食店である。世界を見回せば、それぞれの国で、それぞれのスタイルの喫茶店が発展してきた。愛知県、岐阜県では、飲食店のうちでも喫茶店の占める割合が高い。特にこの中京県2県の場合、1999年の総務省統計局発表データによれば、全飲食店のうち喫茶店の占める割合が、全国平均は24.3%。 東京都は17.7%、喫茶店の店舗数が全国1位の大阪府でも36.1%に、対し愛知県は41.5%、岐阜県は40.4%となっており、喫茶に対する支出も愛知県は全国平均の約2倍、岐阜県は約2.5倍となっている。数が多い分だけ競争も激しく、 それらの地域ではコーヒーを頼めば菓子やピーナッツがついて来るのが半ば常識化している。常連客が多い店ではレジの近くにコーヒーチケットを保管しておくポケットが壁に設置されている。また1960年頃から豊橋市、豊田市、市宮市などでモーニングサービスと称し、コーヒー一杯分の値段で朝の開店時刻から10時頃まで。 トーストやゆで卵をつけるサービスも始められ、中京圏域に広まっている。また、競合他店より少しでも目立とうと回転等を看板に取り付けている店もある。また、スターバックスやドトールコーヒーといった全国規模で展開しているセルフサービスのコーヒーショップも同地域に昨今進出している。しかし、喫茶店の利用率の高さとサービス競争の 私立さにはさすがに追随できず、一方では、米田コーヒー店のように、名古屋から全国展開を始めるチェーン店もある。食品衛生法施行令、第35条は、喫茶店営業を、喫茶店、サロンその他設備を設けて、種類以外の飲み物または酒を客に飲食させる、営業を言う、としている。食品衛生法施行令が定める。 喫茶店営業では坂を提供できる。日本において、喫茶店を営業するためには、食品衛生法第51条の規定に基づき、喫茶店営業としての建物や、調理は、衛生設備を含む、各施設の基準を満たした上で、都道府県知事の許可、同法第52条を得る必要がある。ただし、食品衛生法が規定する、喫茶店営業は、 基本的には、店内で飲料以外の調理や製造をしない営業と解釈されており、駅や百貨店などにあるジューススタンドやケーキ販売店に付随した喫茶工房がこれにあたる。しかし、種類を提供する場合は、調理を行わなくても飲食店営業の許可が必要である。食事類を提供する喫茶店を営業する場合は飲食店営業の許可が必要である。 また、カップ式の自動販売機や近年スーパーマーケットなどに設置されている水の自動販売機も浄水道に接続されていることなどから喫茶店営業の許可が必要となる。さらに、食品衛生法施行令第35条によって菓子製造業、パンもここに含まれる乳類販売業とは別の業種としているため営業者は注意が必要である。また、 風俗営業法に規定される、風俗営業など、第1号喫茶店、第2号に該当する場合は、警察署の許可が別に必要である。例えば、ゲーム喫茶では、風俗営業の5号営業の許可を必要とする。許可を得た施設は、食品衛生法と食品衛生法施行令により、保健所の監視、または、指導を受けることが定められている。歌声喫茶。 ノーパン喫茶、カラオケ喫茶、メイド喫茶、執事喫茶、漫画喫茶、インターネット喫茶、猫喫茶、スポーツ喫茶、ポーカーゲーム喫茶、ゴーゴー喫茶等は、喫茶という言葉を含んでいるものの、喫茶の前に関しているサービスが主目的であるため、それぞれの独立項目で扱う。なお、カラオケ喫茶は正確には、喫茶店ではなく、スナックバーン、カラオケスナックである。 スポーツ喫茶は主に公営競技投票権の飲み行為を行う店を意味する。また知的障害者施設や精神障害者施設の中でも通所型施設に喫茶を設けているところがある。しかし、これらは働くことの模擬体験や社会復帰へのプログラムという点に重きを置いているため、あくまでも利益や利潤ではなく利用者側の成長などに視点を置いている。よって、 利用する際にも、一般的には施設利用者やその家族、及び同じ法人内の関係者など、内部の人のみに解放していたり、利用の際には、喫茶の趣旨を理解の上でというような正し書きがあったりなど、一般の喫茶店とは一線を画して扱われることも、ある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。